バスケトークラジオ。はい、皆さんこんばんちは。第670回目になります。バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは隊長と門吉です。どうもこんばんは。こんばんは、10月は30日0時4分というところでございます。はい、まあ今日は、ちょっともう結構始まっちゃって結構経っちゃったんですけど、ダブルリーグの方の話をしようかなと思ってます。お願いします。はい、でダブルリーグってちょっと一つ改革というか変わったところがあってですね、あの去年の成績で一部と二部が分かれるみたいな感じ、要は上位8チームまでのチームがプレミア、で要はその上位8チームの中でリーグ戦を行って、で9位から14位までを、まあ、いわゆる2部扱いになるんですけど、フューチャーっていう、はい、だからまあ去年の順位で上から順番にいけば富士通、デンソー、エネオス、シャンソン、トヨタ、それからトヨタ防食、日立ハイテク、でアイシンまでが、プレミア、だからここでまたその以下の今度9位が三菱、10位が東京羽田ビッキーズ、11位が山梨クイーンビーズ、12位が新潟アルビレックス、で13位に、アランマーレ、で14位に、姫路イグレッツということで、だからまあこのフューチャーにいる選手の中で、もしかしたら代表クラスなんじゃないかぐらいの選手っていうのは、もしかしたらプレミアのチームに移籍しちゃうんじゃないかっていうね。なるほどなるほど。あ、これが発表された時にそういう噂もあったんですけど、なるほど。ただいざ終わってみると意外や意外、プレミア同士の中での移籍は結構あったんですけど、意外とその例えば、まあ、羽田や三菱あたりから、どっかアイシンや日立ハイテクに移動する選手がいたかっていうと、そんなでもないっていう、それどころ なんか一部の選手は K リーグ、あの韓国の方のトライアウト受けて行った選手何人かいたじゃないですか。永田選手とか、割と代表候補に入ったことがあるような選手が K リーグ行っちゃってね、なんかいろんなことが起きましたよね。まあそれ以前にシャンソンの事件がなんか全然解決してないだとか、まあいろんなまあことがありましたけれども、はい、まあそういうふうな感じで今回はまあ行われているということを、まあ前提としてお話をさせていただいた上でですね、はい、現在の順位ですね、はい、これがね、またこうなんて言うんだろう、今まではこの今のところ全部で6試合行われてるんですよね、そのプレミアの方では、各チーム6試合ずつ試合を行ってるんですけど、はい、やっぱりそのフューチャーの方に今回入ってしまう一部も混ざってリーグ戦やってたから、あのなんて言うんだろう、上位にいる方のチームっていうのは必ずその上位としかやらないってことはないから、必ずその負け越すとかあんまりそういうことはなかったんですけど、今回ね、ってチームがまだ全然勝ててなかったりするんですよね、面白いことに、で今順位を言います。お願いします。1位デンソー6勝0敗、はい、まあうんうんって感じですよね、うん、で2位富士通、はい、レッドウェーブ5勝1敗あれ、まあこれも分かる、3位トヨタ防食サンシャインラビッツ4勝2敗あれで、で4位エネオスサンフラワーズ4勝2敗おお、ここでエネオスか、で5位がシャンソン V マジック、3勝3敗で6位アイシンウィングス、2勝4敗、まあ渡嘉敷岡本の2人がね移籍して話題になってますけど、そうね、で7位、トヨタ自動車アンテロープス0勝6敗おお、8位日立ハイテククーガース、0勝6敗ということで、ちょっとトヨタどうしちゃったんどうしちゃったのところなんですけどね、まあこれね、あの一つ言うと、トヨタ自動車アンテロープスは山本麻衣選手がちょっと出れてないですね、あの怪我しちゃって、ちなみにトヨタはどこに負けてるかっていうと富士通と2回やって、
51対62と49対63、うんうんうん、でトヨタ暴食とやって、うん、この暴食に2敗しちゃったの痛い気がしますけどね。58対79と70対74、であとエネオスに2敗してるんですね、うんうんうん、72対78と62対65両方とも接戦で落としてますね。これはね山本麻衣選手が抜けちゃった、これどこの試合で抜けたかちょっと忘れちゃったんですけど、うん、怪我で抜けてるんですよね。なるほど、うん、エネオスは、うん、今回メンバー面白いっす、うん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 、なんて言うんだろう、ルーキーが結構いいですよね。ルーキーといえば、うん、その田中心選手と、はい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 、豪華のね、うん、あとは京都聖火の八木春子、あの方ね、はい、この2人バリバリ試合出てますよ。バリバリやろうな、うん、なるほど、めちゃくちゃすごい、めちゃくちゃ活躍してる、マジでこれね本当すごい。いや高校生の時からエグかったもんな、ほんま。そうですね。それに加えて、まあまあもう何年かいるけど、あの白鵬でポイントガードだった鈴沖彩香選手とかね、うん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 、あと怪我でオリンピックの代表から外れちゃった星杏里選手とかも復帰してるんですよ。ほう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 。であとはオコエ選手がね日本に戻ってきて、今年からエネオスの一員となってますね。あとは 3x3 きっかけにブレイクし始めた高田静香選手とかね、あとは最近は割と入団してからあまり試合出てなかったけど、去年ぐらいからプレイタイムめちゃくちゃ増やしてるサンタナナ選手とかね、あと長岡萌子選手とかはまあ当然健在ですけど、まあこんなメンバーになってて、まあ全勝してるデンソーはね、まあ、当然エブリンいるし、河合麻衣選手いるし、本川選手もいるし、高田真希選手もいるし、赤穂姉妹もいるし、そしてポイントガードの木村美選手もいるということで、でそのアイシーウィングスは、当然渡嘉敷来夢選手と岡本沙也加選手ね、まあこれにあと野口さくら選手がいて、そして吉田麻美選手もいて、それからオールスターとかにもよく選ばれてて、トヨタ暴食から移籍してきた平末飛鳥選手っていう選手がいて、この選手もすごくいい選手なんですよ、ポイントガードとして。だから、結構層は厚くなってるなって感じなんですけど、今のところはまだ2勝っていうところですかね。2勝って言っても2勝してるところがすごいかもしれない、全敗してるトヨタとかがいる中で、このアイシンはウィングスはどこに勝ってるかというと、そう、あ、デンソーと富士通に2敗してるんだけど、トヨタ暴食に2勝してるんですよ。だからまだエネオスとの対戦とかが残ってるな。このエネオスとの対戦熱いな、エネオスとアイシン熱いぞ。これにだって吉田麻美選手だってエネオスにいたわけだから、元いたチームとね対戦すると、フルスチームとね、そうですね。で実際にここ最近のその試合結果の中からどのぐらい出てるのかっていうところなんですけど、そのアイシン富士通は55対83なんていう感じで、富士通が32点でアイシンが4点しか取れてないという1ピリ、すごいことになってますけど、すごいなそれ。このでもな、ボックススコア見てるとそんな風に見えないんだけどな、渡嘉敷15点、岡本10点、野口10点みたいな感じで、あーでも富士通の点数見てると林14点、テミトペ16点、町田7点、内尾2点、宮沢10点とか、みんなボコ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 点取ってるから、やっぱり富士通が一方的に勝ってるのか。でね、このアイシンウィングス、その渡嘉敷、岡本、野口の3人と、その平、さっき言った平末選手とかも試合出てて、で吉田麻美選手は試合出てないですね。でもね、今ね、アイシンで実は私が注目してる選手は、アイシンウィングスで、実は11番の森口選手という選手なんですよ。この選手ね、去年だか一昨年ルーキーで入ってきたのかな、去年だったっけな。大阪にある名城学院高校っていうところ、
明るいにあの三水にあのなんか上司、から東海大九州、で新人インカレだかなんだかで、ものすごい得点力をアピールして有名になった選手なんですよね。でこの選手があの去年からアイシンに入って、ポイントガードとして試合出てて、バリバリスタメンで、18分出てるな、スタートで出て、まあ、ベテランの平瀬選手の方がプレイタイムは今多くなってますけど、でもこの試合は5点しか取れてないから調子悪かっただけかもしれないな。そういうところがちょっと注目としてあるのと、あとは、もう一つ私が注目しているのは、そのちょっとスコア的にスコアというか結果的には今ボロボロになってるそのトヨタ自動車なんですけど、アンテロープス、メンバーがすごい若いです。おだからまあその山本麻衣選手が今出れてないっていうのもあるんですけど、スタメンで横山千奈美選手、2年前のあの桜花のキャプテンだった選手ですよね。あのブザビで負けちゃったあの東海大九州かなんかに、あの時のキャプテンだった子だと思うんですけど、それと医療保険から来てる岡本美優選手に、三浦舞香選手、それから田中ウホマ選手、だから白鸚の選手が2人に、去年一昨年ぐらいまで出てた、それとあと東京医療保険の岡本選手ですよね、この前まで4年生だった、それにベテランの安間選手っていう、そんなあれで出てるんですよね、メンバーは。ただその中で1人ちょっと面白いルーキーが入って、あの桂葵選手ですね。はい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 、はい、桂葵選手、この選手ね、大学は早稲田でインカレで MVP になっておきながら、ですよ、あれ三菱商事だったっけ、なんだか商社に勤めちゃって、あの 5人制バスケ引退しちゃったんですよね、1回ね、でその仕事の傍ら 3x3 誘われて、最初湘南サンズだったかな、そこでプレーしてて、でその湘南サンズが、プレミアから脱退すると、プレミアって名前だったか忘れましたけど、そのプレミアから脱退するみたいな感じになって、さあどこ行くかってなってビーフマンに来たんですよ。おでビーフマンで前田さんとかと一緒にプレーして、チャンピオンにもなって、なんてなった後に急に前田さんと一緒になって海外に挑戦したいみたいになっちゃって、でドイツのデュッセルドルフ、デュッセルドルフズーズっていうチームを作って、自らオーナーになったのかな、だから会社辞めちゃって、まあクラウドファンディングみたいなこともやってたんじゃなかったかな、なんかそういうことやったり、そのズーズってチームのグッズを売ったりしながら、まあいろんなことをやって、結構チャンピオンになったりしてるんですよ、世界の大会とかで、そのズーズってチームで前田さんとかと一緒になって、でこれからどこまで続けていくのかななんて思ってたら、いきなりこの前電撃でトヨタと契約って出て、すごいね。そうだから5人制は実は久々みたいなね、もちろんその普通に仲間内でね、5人制のバスケはやったりしてたんでしょうけど、まあこういう形で出るっていうのはね、本当に久々というか、ましてはトップリーグに。いやすごいね、これ182、3あるんですよ、身長がね。だけど 3x3 でいろんなこうステップバックシュートだのなんだのいろんなプレーをこう出てきているので、こういうちょっと異色のね経歴の選手っていうのがまたこう入ってくることで空気感が変わるし、まあ選手の間の中でもこんな5人制入ってたやつに負けてたまるかっていう、そういう感情を持ってこう、ね、対戦相手だろうが仲間内だろうが多分そういう人もいるだろうし、まあそういう中でまたどんな活躍をしていくのかなっていうところもすごく楽しみだし、私はでもこの方のこの挑戦ってすごくいいな、かっこいいなと思ってて、ファンで、あのそのズーズのグッズとかも実はいくつか持ってたりするんです。あ、そうなの。そう、この桂さん本当顔が広くて、まあ、もともと大岡出身というのもあるかもしれないですけど、結構いろんなところでいろんな人たちと仲良くて、
そのズーズってチームが日本で一時期プレーするときなんかはちょこっと山本麻衣選手も一緒になってプレーしたりとかしてたりとか、今野紀香選手なんかも一緒にやってたりとか、だからもともと日本で活躍してる、ね、5人制のダブルリーグの選手とかもつながりもすごい強かったんですよね。だからまあそういう経緯とかもあって戻ったのもあるのかもしれないですけどね。でもともとインカレ MVP 取るぐらいですからね。だからまあ、まあそんな中でちょっと0勝6敗っていうことでね、ちょっと今苦しいですけど、まあこっからどうなっていくのかなっていうのは楽しみですね。そういうふうに言えば、そうそう、その今ブックススコア見てて思いましたけど、はい、平下愛佳選手もスタメンから外れてるんですよね。だからそうなんだ。なんか今ちょっと新しくチームを作り直してるのかななんていう感じ。まあ、でも山本麻衣選手が戻ってくるとまたそのプレーの合う選手っていうのはまた変わってくる可能性があるので、確かに、まあその辺どうなるのかなとは思いますけどね。あとはちょっと話戻しちゃいますけど、はい、そのさっきのアイシンウィングスなんですが、やっぱりね、アイシンが勝ってる試合は、渡嘉敷選手爆発してますね。83対79で例えば、トヨタ暴食に勝ってる試合があるんですけど、渡嘉敷選手29点取ってますよね。すごっ。ジェシカ選手とかね、サンシャインラビッツにも相手にもいるんですけどね。まあそういう中で川村美幸選手とか大きい選手いる中で29点、すげえな、リバウンドも順位だし、あとは野口さくら選手がやっぱすごい成長してますよね。40分出てるな、これすごい40分出てるな。渡嘉敷ランプ、この2人が40分出てる。森口選手スタートで出てるけど調子悪いんだな、ちょっと最近。まあ、あとはシャンソンですね。私去年本当に試合見に行って、大ファンになってしまった選手なんですけどね、その小池遥選手とかね、あとは姫路イグレッツに最初いた白崎みなみ選手ですよね、この選手もスタートで出てて14点取ったりとか、あと吉田麻衣選手、あと堀内さくら選手なんかもね、3勝にあのシャンソンに入ってるわけですけど、90対78、今のところ3勝3敗ですけど、このシャンソンがな、またどっか上のチームどっか食っちゃいそうで面白いんですよね。あと人気爆発中の千奈選手とかね、あと高野橋選手とか、控えで出てきた選手があんまりスタートと差のない活躍をしてくれる部分っていうのが結構あって、それ本当強さだよね。その控えの選手が急に爆発したり大事なところでスリー決めたりとかしてましたからね、去年も。堀内さくら選手とか控えにいるっていうのもなんかすごいですよね。すごいし、その層の厚さが現代バスケットでさ、攻守にわたって運動量上がってるじゃない、はい、だからそのやっぱりこう40分とか出る人もいるんだけど、はい、その1ピリのバイタルと4ピリのバイタルってまた全然違うから、パフォーマンスがね変わってくると思うんですよ。だからやっぱりセカンドユニットの大切さというかね、ここで大崩れしない層の厚さみたいなのがちょっと必要になってきますよね。のトヨタに関しては、まあ、その山本麻衣選手が怪我してたりとかね、まあ、そういうところもちょっとマイナス要因としてあって、まあ、そこは逆に克服されるとまたね、面白い試合になったりするゲームももっと出てくるんじゃないかなと思うんですけど、一方でちょっと苦しいなって思ってるのが日立ハイテククーガーズですかね、あとトヨタと同じで今のところ0勝6敗なんですけど、スタートのメンバーもすごく若いんですよね。ベテランらしい人があんまりいなくて、例えばある試合では、そのダラーメ・マレムドイ選手って、これ、まあ、海外の留学生系の選手なのかな、ちょっとこの選手は、そうですね、セネガルの187センチだからちっちゃいんですよね、187センチのインサイドの、まあ、留学生的な感じの人と、あと森岡ほのか、それから奥山リリカ、と 3x3 の代表とかに選ばれた久保田真由選手、あと中野由紀選手っていうのがスタメンの5人なんですよ。だから他の上位チームに比べるとちょっとそのフレッシュ
っていうか貫禄負けしちゃうというか、まあ、そういうところはちょっとあるんですよね。見てて面白いバスケットするんですけど、スピードもあって、この久保田真也選手なんか本当 3x3 のあれを生かしたキレのある、まあ、スピードのあるプレーとかっていうのは本当に見てて面白いんですけどね。僕は今リリカ選手もプレイタイムをこうやって33分とかもらってるんで、やっぱそうすることで実際18点取ってスリーポイントも7分の3とか、まあ結構得点力は発揮してくれてるんですけど、ただやっぱり上位チーム相手になってくるとなかなかってところがまたあるんで、チームとしてね、だからちょっと今ハイテクは一番苦しい位置にいるんじゃないかなっていう、まあこのプレミアの方にもギリギリというか一番最後の順位に入ってるチームなんでね、っていう感じですね。なるほど。流して話すような感じになっちゃいました。で今度フューチャーの方ですね、去年の9位以降、9位から12位までのチームだ、ここは6チームでリーグ戦やる感じになるんですよ。で今のところ、6試合終わってて、対戦はやっぱり2試合ずつやっていく。ああこれ違うのかな、どうなんだろう。今のところ、1位が羽田で6勝0敗、2位が三菱で5勝1敗、3位が新潟ルブレックスで4勝2敗、4位が山梨クイーンビーズで2勝4敗、で5位が、プレステージインターナショナルアランマーレの1勝5敗、で6位にイーグレッツ0勝6敗ということで、イーグレッツがまだちょっと勝ち星なしという感じですね。で6チームある中で6戦終わったっていうのは、各チームと1回ずつやったわけではなくて、まあ2試合ずつやってるんで、まだ対戦したことないチームっていうのがそれなりに残ってるんで、まあ、今勝ててないチームももしかしたらどっかでポコポコって勝つかもしれないし、まあ分かんないですね。例えば東京羽田なんか6勝0敗なんですけど、まだ三菱とやってないですね。三菱とやってない、あと新潟ともやってない、要は2位3位のチームと1位の羽田はまだ試合してないんですよ。だからまあどうなるか分かんないっていうところはある、ですねっていう話なんですけど、そもそもですよ、いきなり話変わりますけど、女子の日本代表の監督って誰になるんでしょうね。そうだね、男子はねやっとトムさん発表になりましたけど、ほんまやね、ね誰なんでしょうねこれね、誰なんだろうね。海外のか、いやもうこうやってダブルリーグ始まっちゃってるから、どっかのチームの監督やってる人にいきなり無理やりやらせられるのかなっていうのあるじゃないですか。なんか昔内海さんかなんかがエネオスやりながら代表もやってませんでした。よくそんなことできんなとか思いましたけど当時、なんかそんな時期もあったような気がするんですよね、ちょっと私の勘違いかもしれないけど、今どっかのチームの監督やってる人が代表監督ってありえんのかなっていう、でも上位のチームにいる監督ってどうなんだろう。いやできないでしょ。できないですよね。だから海外引っ張ってくんの、これはね私全く予想つかないですね。かといって例えばすごい超ベテランの昔やってた人とか引っ張ってくるとか、例えば内海さんとかまた引っ張ってくるとかね、いやその人柄とかそのそういう問題じゃなくて、なんか最新のバスケットを目指そうとしたその本塚さんでダメで、まあ、どういうスタンスのバスケ目指すっていうことを決めた上で監督を決めるのか、監督を決めて監督の方針でやるバスケっていう風になるのかって言ったら、まあ後者なのかもしれないですけど、ね、どうすんでしょうねこれ。これどうするんやろうな。まあでも恩塚さんもすごい言われようでしたけどね。かわいそう。なんかなんかの記事見てても町田選手へのインタビューかなんかで、町田選手のプレー見ててもすごく、他の選手見ててもすごく窮屈そうに見えましたけどどうでしたかみたいな、もう悪意があるねちょっと、そう悪意感じるこう、週刊文春だよな、なんかそういう系のでしたけどね、確かに記事で見ましたけど最近のね、そう、ああまあね、選手が言うこと聞かなくても監督のせいにはなっちゃうんでね、難しいところですけどね、まああの
まあそれはそれとして誰になるのかなっていうのは本当読めない。本当だね、それわかんないな、うん、でもあれ女子の今度の代表の試合っていつなんでしょうね。男子は11月の21日に、うん、あのアジアカップのウィンドウいくつとかなんかそんなのが確かあったと思うんで、モンゴル代表ってやんだったっけな、うん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 、女子これどうなんだろうな。引退したばかりのなんかすごい、あ、大賀、そうだから大賀選手と大賀、はい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 、あたりが本当はちょっと可能性あったりするのかなと思ったけど、今アントロープスのヒットコーチやってるからしかもチームがこの状態で0勝6敗の状態で引き受けられるわけがないじゃないですか、うん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 、だからどうすんだろうなと思って、うんうん、ほんまや、それともまさか大岡の井上監督がってこともないし、うんうんうん、まあ難しいですよね。どう高校や大学から引っ張ってくるのかっていうのも、ね、いや本当にね、うん、っていうお題を皆さんに投げかけて終わっちゃいそうなんですけど、うん、でも本当になんかこの人じゃねみたいなあったらコメント欄に教えてほしいね。ね、うーん、うわほんまやみたいな人いるかもよ。かもしれないですね、うん、私たちのアイデアの届かないところで、はい、ほんまやなみたいなあるかもしれない。あ、ちなみに、うん、最後に上位3人ずつぐらいかな、うん、得点の方これちょっとね、はい、ホームページに載ってるやつだとアベレージになっちゃってるんですけどね、うんうんうん、なんかとりあえず言うと、うん、トヨタ紡織のジェシカが1位ですね、アベレージ 20.6、 すげえな、うんうんうん、で2位がウチェ選手、京都精華の留学生、先輩後輩が頑張ってますね。2位が 16.17 アベレージ、うん、で3位が日立ハイテクの奥山リリカ、うん、まあ、でもこういうチーム来てやっとこうあれですね、奥山さんなんか本領発揮って感じですよね、うんうんうん、エネオスにいた時とかプレイタイム少なすぎちゃってなんか、うんうんうん、しかも15点20点つけて勝ってても試合出てこない時とかって何なんだろうとか思ってますけど、水を得た魚のようにという感じで、まあ、暴れてくれてて面白いですけどね。で4位が渡嘉敷選手でアベレージ 15.17 みたいな感じですね。でアシスト、これもアベレージだな、でもアベレージでこれってすげえな、町田瑠唯、アベレージ 10.17、 1試合平均 10.17 って何だよ、すげえな、これ差のつき方がすごいですよ。2位が宮崎沙織、エネオスの、アベレージ 6.5、 いやまあ、これもすごいんですけど、すごいと思うね、ほんまに。アシスト6平均ってすごいな。すごい、なんか狂っちゃってるよね。で次が3位と4位がね、私の大好きな選手なんですけど、3位が久保田真由選手、日立ハイテク 5.67、うんうんうん、で4位がシャンソンの小池遥香選手ですね、うん、5.17 ということです、ね、うんうん、あすごい、これ5位にね角七海選手入ってるな、トヨタ大橋奥で、はい、5、うん、でリバウンド、これもすげえな、ジェシカアベレージ15リバウンド、うん、1位で2位がウチェ選手でアベレージ 11.87、 このワンツーってなんかさっきどっかでも見たな、うん、で3位に野口さくら選手アベレージ9、うん、で4位にテミトペ選手富士通で、5位に宮澤選手、うん、富士通リバウンド4、5がいるのか、すげえな。でスチール、町田瑠唯 2.33、 2位宮崎沙織 2.17、 で3位4位がシャンソンだな、佐藤ゆりか選手と白崎美奈です、ブロックショット1位ウチェ、2.33、 2位にジェシカ、あここだけワンツーが逆になっている、で3位に奥山選手、リリカ選手が入っている、スリーポイント成功率、あ、平下選手、妹さんの方が、平下ゆき選手、成功率 55.56、 すげえな。東堂奈々子選手が2位で、トヨタ紡織 54.17、 3位に星杏里選手、エネオス選手 53.85、 で4位に奥山リリカ選手 47.0、 やっぱ奥山選手、うん、アテンプトも多くて2も3も点取れるところはどっからでも取るって感じのプレーして嬉しいね、うん、今までのプレイングタイム考えると、お、フリースロー成功率1位、うん、赤穂ひまわり、うん、
アベレージ100、まあ、6試合ですからね、まあ、6試合でも100はすげえ。で2位が白崎選手で、3位が白崎選手で 93.75、 3位がエーレンスの梅澤和久選手で 40% みたいな感じですかね。なんていうところが最後のランキングでございます。なるほど、はい、ありがとうございます、うん、ということで、はい、女子の監督は誰でしょうというところで、せーね、それちょっと教えてもらいましょう。はい、コメントお待ちしております。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ということで今日は終わりましょうか。はい、はい、さて皆さんも670回目のバスケットークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは隊長とモン吉でした。 See you next time. バイバイ。バイバイ。